どうも、お疲れ様です。暗号通貨情報をいつも送っていただきましてありがとうございます。えー、どうもね、この1ヶ月間、基幹投資家の資金がどんどんどん,どん入り始めて、であ、ある一定のルールでもってね、あ今、資金の流入が止まったみたいなんですけども、まあ確かではないんですけどね。うん、暗号通貨ってのは結局、テクニカルが働かないんで、あのこういった情報がどういうふうに動いてるのかってことを捉えなくてはいけませんけども、もうなんせね、 コインゲッコだけでも1万通貨以上がリストアップされてますんでこの情報を精査して特定の通貨に絞り込むのはちょっと無理ですね、まあ、ですんで自分の気にしているちょっとね通貨をですねいくつかチョイスして、まあ、管理できる部分だけ5個でも3個でも10個でもね管理できる部分だけをチョイスして情報精査と価格の予測に努めるしかないですね でも、はっきり言ってね、一つの通貨だけでも、情報がすごく無限に出てくるんで、しかもその情報の、うん、ソースをね、知ったりとか、整合性を取ったりとかすると、もうそれだけで一日終わっちゃうんで、まあ、ほぼ判断不可能じゃないですかね。<laughs> もうなんかこう、勘で買って噛んで売るしかないかなと思ってます。確かなことは私は、あの、言えないですね。うん。だから、何が言いたいかって言うとね、もっともらしく言う人に気をつけてくれってことなんですよ。で、私はこうやって、 まあ、あやふやなことばっかり言ったり、たまたま儲かりましたとか言ってますけども、暗号通貨でやっぱり利益を上げ続けてますからね。うん、その結果だけを見ると、この私のあやふやな考えが一番バランスが取れてるのかなとも思いますし、たまたま私が買った通貨がね、誰が買っても利益の出る通貨なのかもしれませんし、で、どうしてその通貨を選んだのかっていうと、本当ころも私自覚してるんですけど、たまたまなんですよ。体のですらね、もうなんか最初は詐欺だと思って、無理やり買わされたような感じですからね。 だから最初から分かってましたって人は、なんかね、ちょっと気を付けたいいかなってもうのが私の感想ですね。はい。まあ何にしても、これからますます資金は入ってくると思いますので、まあ、油断せず少しずつ投資していきましょうと。まあそれを私の今回の呼びかけにしたいと思います。それでは。